いけないことがいくつかあるんですよ。これはピュアラとか関係なく、皆さんがそのペットビジネスの中でお仕事をされる中でですね、ペットのプロとして最初に最低限身につけておかないとお客様にアドバイスもできないということは、お客様がその知識がないままに動物の飼育をする。で、最終的には、動物本人である犬猫のペットがの健康阻害被害があったり、いろんな意味でその辛い毎日を送らなくちゃいけなくなってしまうということがね、現実にいくつかあるんですよ。で、まずはそのやはりこういうその用品から生態まで販売していらっしゃるお店のスタッフの皆さんがですね、最低限持ち得なきゃいけないプロの知識というのを、今からちょっとお時間2時間ぐらいいただくことになるかと思うんですけど、めったにないことですので、ちょっと辛抱して聞いてやってください。まあ、ここ目の前にも並んでますけど、ケミカルなものもありますよね。要するに化学的に作ったもの、あるいはこういう薬剤もあるんですね。これお薬ですから。で、普通はですね、普通の人間用のお店ですと、薬局でないとお薬売ってないんですよ。でもペットの場合は雑貨とお薬と両方売ってるんです、お店。で、特別薬剤師さんがいなくてもお薬って販売されてるじゃないですか。まあ、人と動物とではそれぐらいまだ隔たりがあるということが一つと、薬剤の知識がないままに商品取り扱ってるということも言えるわけですよ。で、薬剤じゃなくてもこういうケミカル素材がたくさんありまして、それぞれの特徴があるし、 TPO があるわけですよ。この条件に対してはこの、合成剤、ケミカルのものをぶつけると効果が出る。だけどこういう使い方したらダメですよという、そのものすごい基本的なことをね、知らないまま、残念ながらほとんどのペットショップの皆さんが知らないまま過ごしてらっしゃるので、まあ、その辺が皆さんよりも多少知識がある我々がですね、お伝えすることによって、若干でもその変わっていけばなということでお話しします。ですね、アクア担当の方いらっしゃいます？例えば、犬にしろ猫にしろお魚さんにしろ小動物にしろ昆虫にしろ、それぞれのですね、生まれ育った環境があるわけですよ。地域が。これによって体の構造から特性から全然変わるわけですね。で、例えばアクアさんがいるので質問するんですけど、ピンポンパール。ピンポンパールというとどういう魚でしたっけ？金魚系。はい。ピンポンパールの、生活、適合水温、何度から何度ぐらいです？25から28ぐらいじゃないですね。こういうふうに答えが出るんですよ。スッと答えが出ます。これはね、総合ペットショップ行くと必ずアクアがあって小動物があって、それぞれの担当者がいるんです。犬猫のところに犬猫で担当者の方がいるんですけど、面白いもので、アクアと小動物だと答えがスッと出るのに、犬猫だと出ないんですよ、この世界。今25度から28度っていくピンポンパールが。はい。じゃあそのピンポンパールを、水温10度のお水に入れたらどうなります？じゃあ5度でしたら死にますよね。僕結構ベタが好きでベタ買うんですけど、10度切ったら死ぬんですよね。ピンポンパールも大体10度切ったら死にます。ところが、まあ、ここ東北じゃないですか。で、その辺に野池があったり、ため池があったり、湖があったりしますよね。で、冬の一番寒い時って気温がもう氷点下いくわけですよ。で、水の中はそこまで冷えないにしても、表面は0度ぐらいで氷が張って、水の中1度とかじゃないですか。でも生きてる魚いっぱいいますよね。なぜです？日本人だからですよ。そこの水の中にいるお魚さんは、まあ、日本魚なわけですよ。ところがピンポンパールとかベタとか死んじゃいますよね。ここにね、大きな今日のお話のね、一番問題点があるんです。これが犬猫になると、途端に話がぼやけてしまって、誰も本当のことを教えてくれないんですよ。テナントさんですかね、生態の方は、犬猫は。あ、
じゃあ特別パピー担当という方はいらっしゃらない。一番経歴の長い方はどこどこぐらい、何年ぐらいやられてるんですか。ざっとです、ざっとで。年齢聞いたわけじゃないから。はい、5年ぐらい。シーズーお分かりですよね。あ、勝ってます。あ、勝ってる。じゃあ聞きますよ。シーズー勝ってるぐらいだからシーズーのプロでないといけないんですよ。シーズーの適正生活温度って何度でしょうか。適正生活温度考えたこともないでしょ。わかりませんよね、うん、じゃあ適正生活湿度、湿度さらにわかんないですよね。生活適正pH わかんないですよね。ベタはpH なんどれくらいが一番生きやすいですか。6.5っていうのは一般的に言うと弱酸性。ほらね、出るんですよ、うん、で今の話聞いてて、え、犬猫に関係あるのって思いました。今魚の話ですよね。犬猫に関係あるかないかです。あんま考えたことない。うん、皆さんが悪いんじゃないんです。この業界全体がそうなんですよ。で、とんでもなく犬猫に関しては知識が希薄なんですよ。カエル系は何かいますか。小動物、ベルツノガエル。ベルツノガエルはお客さんで販売されるときに、カエルですから、両生類ですから、皮膚乾いたら死んじゃうから湿度を保たなきゃいけないですよね。で、当然水槽とベルツノガエルと、まあ、ちょっと飾り物と加湿器入れますよね。で、湿度計、温度計、量入れますよね。湿度何パーぐらいいきますか。80% 以上ですよね。温度は、やっぱ25以上だって聞きました皆さんね。湿度出てくるんですよ、ポンって。魚だけじゃなくて小動物でも出るんです。ところが犬猫になると出ないです。トリマーさんいらっしゃいます。トリマーさんもテナントさんだから、トリマーさんの勉強された方は、私はトリマーさんが100人200万人集まって、そこへ講師として呼ばれることもあるんですよ。で、ペットスクール、トリマーさん、それからトレーナーさんで、まあ、ブリーダーさん、ブリーダーの一部かな、を育てる学校があるじゃないですか、ペット学院が。そこへ講師で呼ばれて、こういったことのお話をするんですけど、それとはまた別に、すでに社会に出てトリミング、トリマーさんをやってらっしゃる方たちの集まりの時に行ってまた説明したりするんですけど、すでにもう10年も20年もトリミングやってるよ、もうプロよっていう人が50人100人集まってる場所で、いつも同じ質問をするんです。どういう質問かというと、7月8月9月ぐらいの3ヶ月、要するに梅雨から夏にかけて、お腹が赤くただれやすい犬種、心当たりありますか。明らかに他の犬種よりも789お腹がただれやすい犬種、心当たりありますかって言ったら、トリマーさん100人中90人ぐらいがあるって手を挙げるんですよ。見当つきます。何犬でしょう。これトリマーさんだと答えが出るんです。店長は私の話を前聞かれてるんで多分答え出るんですよ。シーズン、はい、シーズンなんですよ。シーズンお腹赤くただれるでしょ。ほら、シーズンの飼い主さんが言ってらっしゃるんですもん。これが、これを何でかを、この業界があまりにもね、お粗末に してきてるんですよ。飼い主さんに聞きましょう。シーズーの原産地。中国。50点ですよ。シーズーはね、DNA 検査すると、ラサアプソなんですよ。ラサアプソわかります？あ、目パチクリさせてる。チベットの犬です。シーズーそっくりですよね。ラスアプソ、もうほとんど見た目変わんないですよ。ライオンに似てるからですよね、シーズって。で、獅子舞の獅子、獅子って漢字で書いて、例えば関東に読みすると発音がシエツになるわけですよ。これはシーズの語源です。だから、まあ、中国式に名前を変えただけであって、 DNA そのものはチベットの哺乳類で、犬でラスアプソという名前ですよ、原種はね。
でチベットも浮かべましょう。標高4000メーターのところに国があるんです。都市があるんですよ。でその、標高4000メーターというと高山気候なわけですね。高山気候で寒冷乾燥地帯、要するに寒くってすごく乾燥してると。で年間平均湿度が 40% 超えることないんです。場所によっては 35% すら超えないんです。ものすごく乾燥した地域なんです。でその乾燥した環境の中で命が育まれてきた長年シーズーの元祖である、というよりほぼシーズーそのものであるラサアプソは、乾燥から皮膚を守るために皮脂腺がものすごく発達してるんですよ。これを日本犬で比べましょうか。柴犬、紀州犬、甲斐犬、まあ秋田犬、まあこれぐらい。まあ今ペットショップで一般的なのはもうほとんど柴犬だから、柴犬で比べて覚えておいてください。5倍、シーズーラサプソは柴犬の5倍皮脂腺があるんです。要するに油症ですよ。皮膚の外をみっちり、皮脂で覆うことによって乾燥から肌を守りますよ、というふうにもう生まれついてるんです。乾燥地帯の動物ですから、これ当たり前なんですよ。だからちょっとでも湿度が上がったらシーズー君むちゃくちゃきついんですよ。本当は喋れないから。でここでパッと質問。日本はすごく湿度が高い国なんです。世界中でも最高湿度って何パーぐらいになると思います？勘でいいです、勘で。え、100%。思いっきりいきましたね。お隣の方は、うん、見たことないし考えたこともないでしょ。だから勘で言って、80ぐらい。ざっときます。さっといきましょう。70 75。はい、店長が僕の話聞かれてるから正解が言えるんです。忘れた。忘れちゃいましたか。 95% は普通に超えます。つづいばは、例えば今このお部屋ね、ちょっと8人いて湿度上がってます。ちょっとエアコンかけていただけたらありがたいです。梅雨入りしたら普通に 90% 超えます。もう毎日 90% 超えます。ここでちゃんとイメージしてほしいわけですよ。湿度に多湿にすごく弱いんですよ、シーズーは。だって湿度 30% とか 35% で快適に生きていけるように皮膚が、構造が皮脂腺とともにできているところへ持ってきて 90% ですよ。あのもうシーズー買おうと思ったら365日エアコン欠かせないんです。でも切る人いっぱいいるんですよ。だからその我々は命を扱うビジネスをしてるわけです。でその命ってのはもうその原産地とその体の特性で全て違うわけです。それをきちっと踏まえた上で、その生態の販売、それから用品の販売をしていかないと本当のアドバイスはできないということですね。でだからこそ今私がお話しているようなことは基礎知識として身につけていただきたいなと。シーズーちょっと置いといて、例えばダックスフンドにします。耳垂れてます。ダックス、ドイツ語でアナグマという意味です。でフンとはまあ猟とかハンターとかいう意味だと思ってください。要はアナグマハンターというドイツ語名前の犬なんです。でアナグマの猟をするために穴に潜ってアナグマを追っかけるのに都合がいいように胴長短足にどんどん人間が改良して作っていき、耳、犬って耳立ってますからね。犬のご先祖はトマークタスっつって、今犬が3000種類近くいるって言われてますけど、頂点はあの大昔ね、10万年以上前かな、北米が発祥のトマークタスというオオカミですよ。オオカミこんな体格でマズル長くて耳立ってて、尾っぽが太くてガーッと垂れてる、これが本来の犬の形です。であとはまあ日本の狼だったら、まあ、地域の合わせでちょっとちっちゃいけどやっぱり耳立ってるわけです。本来犬ってのは狩りをする動物なんで、こうアンテナなんです、これ耳。だから垂れたらもう犬じゃないわけですよ。だけど人間の都合で改良していって耳が垂れました。で耳垂れたらどうなるかというと、乾燥してる地域ならまだ許されるんですけど、これが日本で考えてください。日本に自生する、哺乳動物で耳が垂れてる子一匹もいないですよ。許されないですよ。日本は高温多湿の
亜熱帯気候ですから、こんなもん耳が垂れてたらもう常に湿気が溜まってすぐ病気になって、そんな構造では生き延びることができないから歴史の中で淘汰されてるわけです。耳垂れることは許されないんですよ、ね、はい。ダックスの話に戻りますけど、耳が垂れてるがゆえに、日本で飼育されるダックス、これはまあ、僕がお付き合いある獣医さんのグループから聞いたお話ですけども、まあ、業界の学会なんかのデータ見ると、日本で飼育されるダックスのなんと 65% が内耳炎外耳炎にかかるらしいです。一生のうち 65% は内耳炎外耳炎でお医者さんに行くと。でちなみにそのいろいろ関係者をたどって、例えば乾燥地帯でもある、アメリカ西海岸はサンフランシスコとかロサンゼルスとか、特にロスなんかはサンフランシスコよりもっと湿度が低い。ここで、そういうデータに近いようなものを取り寄せると、なんとね 25% ぐらいしかならないらしいですよ、内耳炎外耳炎の発生率が。これなんどうしてかというと、日本は本当に亜熱帯気候なんですよ。7、8、9の3ヶ月は特に、で6月だって10月だってそれに近いぐらい含まれます。だからこの湿度の高い国で、犬猫を飼育するときに、その子たちがどういう体の特性を持ってるかということをちゃんと考えないと本当はいけないということですね。で、さっき言われたようにシーズー買うんだったら、ダックス買うんだったら、やっぱり湿度調整、エアコンによる湿度調整が欠かせないですよと、お魚さんにヒーター入れたり、カエルちゃんに加湿器を入れたりするのと同じような、似たようなことを本来しなきゃならないということですね。これが今からのね、日本のペット業界の課題だというふうに僕は思ってます。はい。それからね、次は消臭のメカニズム、それから除菌って何をどこまでどうやるのが正しいのか、それから防虫、この3つについてお話しするんですけど、例えば防虫、今ここへいくつか持ってきてます。飲み取りシャンプー、飲み取り粉、それからこれはまあスポットオン、それから飲み取り首輪ですね。あ、もう一個持ってこなかったかな、まあいいや。で飲み取りのこう櫛ってあるんですけど、ちょっとここね、ざっと皆さんにね見ていただきたいんですけど、成分見ていきましょう。ここを指で示しながら回してください。皆さん、ここはい、フェネトリンという文字が全部ありましたね。で一つ持ってくの忘れたんですけど、この銘柄以外、この銘柄私今回初めて見たんですけど、これ以前の飲み取り首輪も大体もう 99% ぐらいフェネトリンです。いろんなメーカーさんが出してるのが。でフェネトリンっていうのは何かというと、合成ピレスロイドという、まあ、いわゆる殺虫剤なんですよ。まず殺虫剤であるという認識をまず持ってください。でなぜこれはね、一つの具体例に過ぎないですよ。なぜならペットショップに行くといろんな薬剤が置いてあるんです。例えばイヤークリーナーも、薬剤系のものもあります。サプリメントに近いようなものもあります。でも、まあ、歴然とお薬ですよというものも雑多に混在して売られてるんですよ。そこをやっぱりお店側の皆さんがちゃんと把握しておかないといけないですよということを言いたいわけです。でそれが把握できてないがために、何が起きてるかの一番具体的な例がこの飲み取り、飲みよけ、ダニよけのお話なので、これをね大きなヒントにしてください。犬を飼ってらっしゃる方、1、2、3人、こちらをお聞きしますね。飲みダニがついてない状態で飲み取りシャンプーします？自分の血の子に飲みダニがついてない時に飲み取りシャンプーしますか？ものすごく考えますね。しない。そう、スパッとしないですよね。絶対しないよね。飲みダニがついてない自分家の子に飲み取り粉しますか？
こちらだったっけ、しませんね。僕もう1000店舗近く日本のペットショップ歩いてますけど、本当にお店が分かってないんですよ。同じじゃないですか、フェネトリン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 。でもトリマーさんのところで綺麗にした子を、トリマーさんに預けた子を引き取りに行きますよね。夕方来ますよね。ああ綺麗にしてもらってありがとう、ああ可愛いリボンつけてもらってありがとう、またね、またねってのは2週間後、3週間後ですよね。で帰る時に、今ちょうど虫の季節だから、防虫コーナーがこう一区画できてて、ざーっと並べてやるから、あこれもいただいて帰るわと買い物カゴ入れてレジにお客さん来ます。僕はもうだいたい約100人近く呼び止めてインタビューしてますから、もう分かってるんですけど、 90% を超えるお客様ですよ。飲みだりでお困りですかったら、うん、飲みだりついたら嫌だからね、でも今ワンちゃんについてませんよね、そりゃそうでしょう、今ね鳥間さんのところで綺麗にしてもらったんですからって言われる。そうですよね、じゃあいつ使われますって言ったら、うーん今晩帰って刺すのでしょ。そう思いません？これを買って帰られるお客様の 90% はなんと予防で使ってるんですよ。読みますよ。効能または効果、犬に寄生するのみおよびマダニの駆除。このメーカーさんはそういう書き方してる。あるメーカーさんだと、本剤はのみおよびマダニの両方が寄生する犬にのみご使用ください、駆除剤なんです、全部。なのに予防で使うんです。しかもこれの使い方って、背中とかにこう何箇所かに垂らして体全身に広がって飲みダニがつかないよというような書き方してるがために、非常に予防薬として間違われやすい性質を持った製品で、完全に誤解してるんです。こっちでいいじゃないですか、本当ならば。飲みダニがついた時に初めて駆除として使うならこっちでいいと思いますよ。だってすぐ洗い落とすんでしょ、30分ぐらいですよね、薬剤をね体に背負ってる時間が。やっぱストレスかかりますよ。で注意事項の中にはっきり書いてありますから、本剤を投与したことを家族全員に伝えて、素手では触らないでくださいってちゃんと書いてありますから、うん、そういう認識すらね、やっぱりないままに日常的に使われてる。例えばがんになりたくないじゃないですか、がんになりたくないがあまり毎日抗がん剤飲みますか。そこまで極端に言わなくても、お腹痛くなったら嫌だからと言って飲みませんよね。風邪ひくの嫌だからって風邪薬飲まないでしょ。でもペットの世界ではものすごく当たり前にそれやってるんですよ。例えば銘柄言いませんけど、某イヤークリーナー、パッと成分見るとはっきり書いてないんですけど、ネットでパッと調べると塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザルコニウムっていうのは割合比較的有名な除菌剤なんです。除菌剤をそんなに菌がたまってもいないダックスの耳の中へ日常的なお掃除用として入れるのは、風邪ひきたくないから前もって風邪薬飲む行為と何ら変わりませんよって僕は言いたいわけですよ。それ以外にもっと清潔にする方法はあるでしょうって、もっと体に穏やかでストレスなく負担なくやる方法はあるはずなんだけども、非常にですね、このペットの世界というのは薬剤にね、今までこう頼ってきた嫌いが非常にあるんです。でもこれは何を使ってるかというと、ペパーミントオイル、ゼラニウムオイルですよ。もうフェネトリン入ってないんですよ。でも棚に行くとフェネトリンの入ったものも売ってるんですよ。だからそういうことにね、ちゃんともう少し新しい品物が入ったら何を使ってるかを、用品担当なんですから皆さんはそこを見て、何なのかを調べてください。ペパーミントオイルならもう想像つくですよね。ちょっとした努力でね、調べていただければ、日常的に使えるものなのか、例えば耳の中にうわーっとマラセチア菌が湧いてもうほぼ内耳炎外耳炎と同じレベルになってたら、そりゃ塩化ベンザルコニウムかなんか注入していっぺんきれいに殺さないといけないですよ。
それは当たり前ですよ、お薬の出番ですよ。でもそうじゃない時になんでお薬入れるのって話です。逆に皮膚がただれていたんで逆に内耳炎外耳炎呼び込むじゃないってことになっちゃうね。ここまでで、例えばその魚に限らず小動物に限らず、原産地生まれ育った環境によって動物の形はなされてきてるから、日本という気候風土の中で世界各地の、命を飼育しなきゃならないんですよ。我々は販売しなきゃならない、アドバイスしなきゃならない、オーナーの立場だと一緒に生活して飼育しなきゃならないから、やっぱそっちへもっと目を向けた考え方勉強の仕方をね、みんなでしましょうということですね。次はですね、除菌、これもケミカルの話になりますから消臭はまたちょっと置いときます。除菌の話にします。だいたい今ペットショップに行って、除菌剤って言ったら一番表にパンと出てくるのはこの塩素系のスプレーなんですよ。除菌消臭剤の塩素スプレーなんです。全部塩素ですから、さっきと同じように、2品目は次亜塩素酸、1品目は複合型安定塩素、安定型複合塩素か、まあ、CIO2 とかね、HCIO とかね、いろんな言い方もあるんですけどするんですけども、基本は塩素であるということを踏まえて、除菌の仕方と必要性について話を進めていきます。ここでまたアクアさんの出番ですよ。お魚さん定期的に水替えしなきゃいけないじゃないですか。淡水魚の水は、今全国どこのお店でもそうですけど、裏に井戸水があるとか裏に川があるっていうわけいかないですよね。なんか水道水でしょ。水道水そのまま入れませんよね。どうします？1日ため置き、組み置きして日光にさらすとか、あるいはカルキってのは何でしょう？塩素。塩素抜きを入れるってことですよね。塩素を抜かないと魚どうなります？最悪死んじゃう。そうですね。極論でいいんです。死ぬことの方が多いですから。はい。水道水の中には残留塩素があるんです。でこれを抜かないと魚はストレスかかったり最悪死んじゃうっていうのはもう常識的にわかるでしょ。この辺は。だから日に干しとけば、日光に当たったり紫外線やその他で、塩素っていうのは分解されて完全になくなっちゃって H2O になるから、その状態で初めて魚を入れると。じゃあ水道水に入ってる塩素は一体濃度どれぐらいでしょっていう話をしないと、この除菌と塩素問題っていうのはね、ちゃんと出てこないんですよ。でこれらの製品は大体メーカーさんの説明でよく出てくるのが、全部のメーカーさんが言ってるわけじゃないですけど、よくデータとして出てくるのがね、犬猫で怖い病気に パルボっていうのがあるじゃないですか。パルボとか猫の場合だったら心筋とか、だから割とねそこらのデータをよく取られてるんですよ。パルボウイルスをシャーレに600万個植え込みました。はい。で、我が社の塩素剤を5回スプレーしました。15秒後に完全滅菌できましたみたいなデータがついてるんです。で全く正しいんです。それぐらい塩素っていうのは滅菌力が強くて、でしかも素晴らしいことにですね、完全滅菌した後だいたいそうですね10分20分経ったら水に戻ってるんですよ。 H2O に戻っちゃってるので何ら毒性がないんですよ。だからなかなか素晴らしいものなんです。だけど一般的なイメージでそこだけを捉えちゃうと除菌の思想が間違ってくるんですよ。いっぱい悪い菌を殺してくれて水に戻るからすごく安全だから、毎日ワンちゃんや猫ちゃんの顔をきれいにしましょう、体をきれいにしましょうと、こういう論理に発展していくんですよ。それが正しいかどうかなんです。お魚さんは死んじゃうんですよ。じゃあどれぐらいの量で死んでるかですよ、お魚が。ちなみにですね、これ数値で覚えておいてください。水道局が川の水を引っ張って塩素殺菌するときに、これはもう保健所とか厚生労働省のやつで決まってるんで、だいたい 5ppm 入れるんです、塩素。浄水ですね、上の水、水道水浄水の殺菌は塩素だいたい 5ppm。 小学校のプールとか塩素で入れるでしょ。
殺菌用で、あと公衆浴場とか温泉、これも定められてるんですけど 2ppm です。水道水の場合はこれ蛇口から出る頃にはもう 5ppm も残ってないですよ。塩素ってのはどん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 あのなくなってきますから、いろんなものに触れて、だからまあ地域によりきれなので平均値出すのはとても難しいと思いますけど、多分ね 1ppm とか 0.5 とかしかないんですよ、残留塩素は。それでもねアクアさんは嫌がるんですよ、魚死んじゃうことがあるので。だからわざわざカルキ抜くんです、塩素抜くわけです。ところがこういうペット用品で、消臭ができるレベルの塩素剤っていうのは一体濃度が何 ppm あるのかです。このメーカーさん偉いですよ、このメーカーさんがちゃんと書いてくれてるんですよ。この2つの銘柄は濃度すら書いてないです。塩素剤ですからね、僕は書いといてほしいですね。これプリジアさん、僕は支持しますね。同じ塩素剤でも偉いです。ちょっと大きな声で読んでください。お 100ppm、 はい 100ppm ですよ。これお魚さんだったら即死レベルですね、もう間違いなく。 100ppm が悪いって言ってるんじゃないんです。 100ppm あるからパルボでも心筋でもほとんど10秒15秒で殺菌できるわけだから、とっても便利なんですよ。例えばケージの中で、テナントさんですけども、生態屋さんがいて、ワンちゃんがガーッと展示されてます。で出会いがあってお客様買って帰られます。中空っぽになって住人いなくなるから、きれいにお掃除して消毒しなきゃならないです。昔はね、あのペット業界はビルコンというものを使ってたんです。今でも使ってるとこ多いですけど、ビルコンはね毒性高いんですよ。もう触ったことある人分かると思うんですけど、ツーンと目にしみるし、臭いし、皮膚ついたら確実に皮膚荒れるし、で、毒性高い上に目に見えないから壁面とかガラス面についてて、あのなくならないんですよ、半減期が長いです。そこへ子犬入れるから、子犬知らないからガラス舐めたり柱舐めたりしてるうちに気分悪くなったり、ゲボーって戻したり、転換症状を起こしたり、もう食欲がなくなってげんなりしたりということが日常的に起きるようなものが僕ビルコンだと思ってます。そんなものよりか絶対的に塩素の方がいいわけです。 2,30 分でお水になってるから安心だから、すごくいいものなんですよね。でもこれを使って毎日体を清潔にするとなると、ここには大きな落とし穴がある。で今の日本の社会っていうのはもうあの菌イクオール悪者、除菌イクオール正しい、それも超行き過ぎた科学的清潔をもって正しいって洗脳されかかってるんですよ、みんな。今塩素の話をしてますけど、続いて菌の話しますけど、私たち人間も犬も猫も魚も、爬虫類だろうが両生類だろうが菌がいないと生きていけないんですよ。で哺乳類である私たち人間や犬猫の上には、だいたい皮膚の上にだいたい10種類から15種類ぐらい、これ言い方を覚えておいてください、皮膚常在菌がいるんです。皮膚常在菌という言い方でいいです。あるいは必要菌と言ってもらってもいいです。皮膚の上にですね、必要菌がいるんです。皮膚常在菌、黄色ブドウ球菌とかね、表皮ブドウ球菌というんですけど、これがいる状態が健康で美しさを維持できる条件なんです。菌がいない状態っていうのは不健康な状態なんです。だから例えばあの手術室 ICU に1日何回も入るお医者さんや看護師さんが、あの塩素剤や滅菌剤で何回も手洗うから手ボロボロになるじゃないですか。あれは滅菌剤にかぶれてるんじゃないですよ。滅菌するから抵抗力がないから、ちょっとした刺激で皮膚がやられる状態なんですよ。あまり専門的なね、難しいことを覚えていただこうと思っても大変なので、合言葉、僕が合言葉を作りました。これはもう獣医さんに聞いてもらっても答え出ます。犬猫の皮膚は人間の皮膚より弱いんですよ。だいたい5分の1しか抵抗力ないと言われてます。5分の1が本当に正しいかどうかは分かりませんけど、まあ、明らかに人間より弱いのはもう確かなんです。人間の赤ちゃんの皮膚より弱いと考えましょう。
外的刺激に対する抵抗力が人間の赤ちゃんの皮膚より弱いぐらいというふうに捉えた方が正解です。なぜなら紐で覆われてるから皮膚は直接は弱いんですよ。紐を通過して皮膚に直接当たるでしょ、ケミカルな薬剤が。だったら皮膚の上の常在菌が即座にそこで死んでしまうということでしょ。犬をシャンプーするのに一定の期間空けなきゃならないじゃないですか。20日とか1ヶ月とか。なんでか分かります？そのシャンプーに負けてしまうから。うん、間違ってないです、正しいです。もっと論理的に覚えていきましょう。でも犬をシャンプーで洗う歴史って日本で比べたらどれくらいです？ざっと考えてみて。30年ですよね。たかだか30年ですよ。ヨーロッパでもたかだか多分100年ぐらい、王侯貴族が部屋で犬飼い出したって、もうその200年とかせいぜいそんなもんでしょ。進化してないですよ。化学的洗浄剤で洗われると汗の線、汗腺もないし、皮脂腺がたくさんあって、その皮脂を一遍落とされてしまうと、また皮脂のそのガードゾーンがしっかりできるまで2週間も3週間もかかるという理屈なんですよ。その皮脂の層まで落としちゃうとむき出しってことですから、これがやっぱりちゃんと毎日シャンプーできない理由なんですよ。だから正確に覚えてください、そういうふうに。で、僕の友達の獣医さんがいろんな実験してくれてますけど、ラブラドールレッドリバーをその毎日水で洗った実験をして、ルーペや顕微鏡で観察したところ、水だったら全然大丈夫なんですよ。水なら毎日でも洗えるんですよ。そこまで皮脂が完全に落ちきらないです。で、皮膚常在菌も全部殺すわけじゃないんです。だから 毎日洗えるらしいです。ただコツはあるんですよ。すぐ乾かす。濡らしたままだと当然その湿度が高いといろんな菌がこう湿度と一緒にブワッと増えてくるので、まあ毎日洗ってとっとと乾かしてやるっていうのは一つのコツなんですけども、少なくとも水だけだったら毎日洗えるんです。それがやっぱり1ヶ月洗えませんよという理由は、化学的な洗浄剤で洗うから毎日洗えないというふうに理解するのが正解だなと。こういうことを踏まえて考えたときに、やっぱりこれらその優秀でかつ強力なね、除菌剤は日々の体の清掃に使うもんじゃないというふうに当然結論はそこ出てくるわけです。はい。で、皆さんお仕事ですからもっと厳しい実例で覚えておいてください。100ppm の塩素剤が目に入ったら何が起きるか、犬猫の目に。実際に事故起きてますからね。今日 VTR 回ってるのでどことは言いません。某西のチェーン店さんでトリミングルームで実際に塩素剤がトリマーさんがね、こういう100均のアトマイザーに、チーフが塩素剤をこう入れてたのを若い子が気がつかずに、他のこういう植物ビタミン系のピュアラのようなものが入れてあると間違えて目を振っちゃったんですよ。お掃除でこうやってね、目やにでカピカピになってたりする子いますから、これそのため作ってるわけですから、こういう抗酸水であったり、こういう植物ビタミンのお水であったり、こうきれいにするものはいろいろあります。拭きました、絶対目に入りますよね。はい。 100ppm もの塩素剤が目に十分入ったら何が起きるか、ほぼ角膜全溶けします。怖いでしょ。実際に起きてるんですよ、全国のトリミング。僕が知ってるだけで3件も事故起きてるんですよ。なぜかというと、ここ5年間塩素剤大人気なんですよ。全国どこのショップに行っても2銘柄3銘柄あるんです。でもそこのところの注意事項をメーカーさん書いてないです。書いてるメーカーさんもあるけど、もっときっちり指導してないですよ。で、メーカーさんが書いててもお店がちゃんとお客様に教えてないです。これと一緒です。ちゃんとメーカーさん書いてるんですよ。これを投与したことを家族全員に伝えて、素手で触っちゃダメですよって書いてあるのに説明したことないでしょ。
ということはお客さんはこれ熱心に読む人いないと思ってください。まず誰しも自分自身がそうじゃないですか。でも仕事でやってらっしゃる皆さんはこれをお客様にお伝えする義務があると僕は考えるし、命をビジネスにしてますから、そこはもう少しシビアに、プロショップの場合はシビアになってほしいなと。そういうものですよということをきちんとお客様に理解させて使っていただくというふうにね、注意していただくと分かるんです。 100ppm ですから目だけは気をつけてくださいよ。その代わりとても使い勝手が良くて優秀なんですよ。でいくらブチかけても20分経って持っていったら水ですから誰も困らないし、完全滅菌できてるからケージのお掃除とかね、犬小屋とか、そういったところをお掃除するのは最高だし、まあ緊急避難で考えるならば、ペットショーがありました。で1万人ぐらいお客さん来ます。うちの子も連れてこうって連れてきました。いっぱい犬いますから、ひょっとしたらパルボもらって帰るかもしらん、新規もらって帰るかもしらん、なんか怖いですよね。でシャンプーしようかと思っても3日前に鳥間さんとこ行ったばっかりなの、シャンプーするのもどうもねえと思ったらこういったものの出番なんですよ。目だけしっかり隠してスプレーしてわしゃわしゃマッサージしてあげれば、体表とかコートについたぐらいの雑菌は全部死んじゃいますから、それで十分じゃないですか。目だけ入らないように気をつけてあげれば、毒性はないんですよ。お魚さんが死ぬったって毒で死ぬわけじゃないので、ビルコンなんかと違って塩素は毒性ないですからね。ただ濃度が濃いと角膜溶けたりとかお魚さんは死んじゃうということであって、はい。それともう一つ塩素剤の注意事項、塩素系の除菌消臭剤はですね、これも僕が知ってる実例だけでも7件8件お客さんとかクレーム来てます。どの銘柄も全て一緒だと思ってください。塩素である以上はわずかな酸に触れただけで塩素ガス発生します。気分悪くなります。それ吸ったら聞いたことあるでしょ、おトイレを掃除するやつとお風呂のタイルなんかの目地のカビを退治するやつと一緒にこう混ぜたら毒ガス発生して気分悪くなってぶっ倒れて病院運ばれたとか、ああいうふうなね化学反応起きちゃうんですよ。これらのスプレーボトルに入れてある塩素剤というのは 塩素ガスが発生しないように安定させてるものなんです。だから安定型複合塩素とかって書いてあったでしょさ、あと安定化二酸化塩素とかいろんな言い方するんですけど、その安定っていうのは塩素ガスが発生しないように安定させてありますよという意味なんですけど、その化学式っていうのはちょっとした刺激で案外簡単に壊れて塩素ガスが発生するんです。例えばどれぐらいの刺激かというと、アクア担当さん、これスーパーパラのボディフレッシュナーは弱酸性だってご存知ですかね。知らなかった。これ pH6.7 の弱酸性なんですよ。ちょっと酸に触れてるんです。pH6.7 って言ったらわずかですよね。これ足したらガス発生するんですよ。このわずかの酸で、これもというよりはこれこの中で魚が飼える、ね、これまあベタ入れてますけど魚が健やかに生きていける飼えるレベルのお水なんです。このボディフレッシュなのはそういうふうに作ってるんですよ。水道法20条飲用水適合検査パス、 pH は 6.7 の弱酸性で、普通にメダカや金魚や鯉でもベタでも温度だけ合わせてあげれば、でまあ植物のビタミンしか入ってないので防腐剤も化学合成剤もゼロなんですから、ごくごく当たり前なんですけど、その水に触れただけでごくわずかな弱酸性で、その安定が壊れて毒ガスが発生するっていうのがやっぱり塩素剤の一つ の弱点ですからね。それを説明しないがためにお客さんはですね、わあうちのトイレ臭いから、まあちょっとこれ買って帰ったからよし試そう、あそういえばこれもすごくいいとお店で勧められたから試そう、トイレ周りを掃除してシュッ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 とかけて、なんかこれだけで足りんからもうついでにこれもかけちゃえとかけたら、そこでバーッとガスが出て吸って気分が悪くなってお店へ怒鳴り込んできたというのを僕なんと8件も
この3年間でこの塩素剤がブームになったためにそういう事故も起きてますので、お店によってはね、もうこの塩素剤は塩素剤で固めて塩素系スプレーっていう貼り紙して並べて、他の薬剤とは決して併用しないでくださいという注意書き必ずしてあるお店とかありますから、僕はその方が正しいと思いますけどね。でないと本当に良さが伝わらないです。だって我が社の製品ここずらーっと表に並べて後から自慢しますよ、どんだけいいか自慢しますけど、これでパルボウイルスや真菌は絶対退治できないんですよ。でパルボや真菌をきっちり完全滅菌してなおかつ水に戻るなんて、なんて素晴らしいんでしょうっていう良さがちゃんと教えないと死んじゃうんですよ。なんか危ないものに見えてきちゃうというね。だからそういうことでも正しい知識を得てください。ここで今除菌のイメージね、概略分かっていただけたと思うんですけども、まあ皮膚常在菌の話しましたけど、体内には100種類100兆個も菌がいるんですよ。100種類100兆個菌がいる状態が健康で美しい状態なんです。でこのバランスが壊れると、病気になったり汚くなったりするわけです。だから除菌っていうのどこまでやるんだっていう話なんですけど、普通我々の生活や自然の動物の生活の中で必要な除菌って皮いって水かぶりゃ十分なんです本来は。だからわざわざ化学力の除菌力に強い化学剤で除菌する今の風潮っていうのは僕は個人的に大間違いだと思ってます。一つ実例で言うと、やけどしたり怪我したりして、今病院に行くとですね、昔のような治療法をしないお医者さん増えました。湿潤療法って聞いたことないです？あ、うんって言って結構流行ってきましたよね。ですごく治りが早いんですよね。昔はどうしてたかというと、まずお水とか、滅菌水除菌水で殺菌するんですよ。で軟膏を塗ってガーゼ貼ってテープで留めて包帯巻いて、で2日経ったらまた来てくださいね。で行ったら外してガーゼ剥ぐと乾きかけてるのにガーゼくっついて、いでででで、でまた血が出て、でそこでまた消毒してまた軟膏を塗ってガーゼ塗ってっていうのが従来の方法だったでしょ。治らないですよね。今湿潤療法のお医者さんが何するかって言ったら、滅菌しないですよ、殺菌しないんですよ。きれいなお水、蒸留水とか純水で丁寧に洗い流したらサランラップで巻くんです。サランラップで巻いてテープで留めて、はいお大事になんですよ。要するに、怪我したり火傷したり、要するに皮膚が傷んだら何が起きるかというと、我々も動物も全て体内からその傷口を治すために、リンパ液や白血球やそういったものがこう出てきて傷を治そうとするんです。その時に一緒になって力を合わせて応援してくれるのが皮膚常在菌なんですよ。で滅菌ってことはこの工事をしてくれる常在菌を殺す行為だから、2日に一遍消毒しててわざわざ皮膚を治すために頑張ってる工事のおっちゃんをいちいち殺せるもんですからそりゃ治りません。で乾かしたら治りも遅い。なぜかというと皮膚常在菌ってのは一定の湿度があって初めて生きていけるから、カラッカラに乾いてたら大体菌っていうのは暮らしにくいので減っていくということで、今は、湿潤療法が主になってきている。ずっとその方が早く治るということが人間の医学の世界ですらようやくこのところ浸透してきたぐらいのレベルなんですね。はい、まあそういうことも踏まえて、除菌菌の世界のことをねイメージしていただければいいかなと思います。じゃあ次はねちょっと消臭の話に行きましょう。これ除菌と消臭がねまた切って切り離せない密接な関係にあるんです。でそもそもその犬猫を飼ってて臭いって思った時に、臭くなった状態の時に何がどこがどういうふうにどういう理屈で臭くなってるかということをちゃんと考えないと、いくら消臭剤作ったってダメだし、そもそもその消臭剤は何のために何を目指して作ってるのか、どういうメカニズムに対して何をぶつけてるのかが分かんないですよね。例えば我が社のこのスーパーピュアラ
今はボディフレッシュナーになってますけど、植物です。 P&G さんのあのファブリーズ、ペット用ファブリーズも植物。ファブリーズがトウモロコシ、ジョンソンさんのが、緑茶管流エキス、生姜管流物、グレープフルーツ種子抽出物、ね、植物なんです。で、我が社のこれは、まあ、消臭剤といっても実際はあの目や鼻や口や体全体のお掃除用なので、熊笹、よもぎ、レモン、レンゲ、わだつみそ、ヒノキ、ブナナラとたくさん入れてますけども、要は植物系の消臭剤が5年くらい前までは全盛期だったんですよ。臭いと思ったらまずトイレだと当然人間疑うわけで、トイレのお掃除するわけですよ。トレイをはぐって、ベランダ持ってて水流して干して、で置いてあったとこきれいに拭き掃除して、できれいに拭き掃除ができたら買ってきた消臭剤シュ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 ってやって、ああ取れたわってやるでしょ。でも数時間したらまた匂ってますよね。みんな経験ありますよね。これはなぜかというと、植物の消臭剤の特徴と塩素系の消臭剤の特徴と、ここに2つなんですけどね、バクテリアを利用した消臭剤と、あとペットの世界にはあんまりないんですけど、あの金属のイオン交換という働きを利用した消臭剤と、まあ、4種類ぐらいあって、ペットの世界では今のところこれね、植物系消臭剤、バクテリア系消臭剤と塩素系消臭剤の3種類なんですが、植物系の消臭剤の良さっていうのがあるんです。これはですね、まず速効性が高いです。どれであろうが植物を使った消臭剤っていうのは噴霧したらもう大体即座に消えるんです。ところがどこが消えるかをね、みんな気がついてないんですよ。空間が消えてるんです。空間の匂いが消えてるんです。だからトイレお掃除してシュッシュッとやって匂うときに、こんなもんでしょ、中腰でしょ、あっこの隅っこへ鼻くっつけて匂う人いませんよね。こういうとこへこうやる人いませんね。これぐらいですよね。じゃああなたと私がこの約1メーターの距離ですけど、僕の親父臭いの匂いました？いや正直言っていいですよ。大丈夫です。匂わないですよね。でも実は親父臭いですよ。肩組むぐらいの距離まで行ったら絶対匂うんですよ。でも匂わないでしょ。人間の嗅覚距離こんなもんですから。だから臭いなと思った時はここが臭いんですよ。要するにここの空気が臭いわけです。でね、でお掃除して何度もいいんですよ。植物系の消臭剤をプシュプシュッと拭いてってやったら匂いが消えてるのは、蒸散蒸発して植物のエキスが空間の匂い消してるから消えるんですよ。だから聞いた、実際聞いてるわけですよ。これはだから植物系の消臭剤ってのは実は空間消臭が一番得意、あとまあ表面ぐらいは消臭しますよということです。表面くらいはとりあえずこうやっとけば、僕の親父臭いのはまあ1時間ぐらい大丈夫。そういうことなんです。でもトイレ違うでしょ。トイレは臭いくなる、部屋が臭くなる元が染みついて溜まってるんですよ。どこに染みついてるかって、こういう隅っこだとか、もうそもそもこの素材の中だとか、これはまあナイロンとかビニール系だから物は染み込みにくいけども、ここ木です、あこれ木じゃなかった、木に見えたけど普通木じゃないですか、こことかも隙間とかにみっちり溜まってるんです。何が溜まってるかって言ったら、よくあるのがその消臭メーカーさんのこれが一つの間違いでもあるけど、すぐ動物性アンモニアに激効きとか言うんですよ。アクアさん、水槽の中で金魚がアンモニア発射します。おしっこという、アンモニアの次に何かになって何かになって消えていきますよね。あ、硝酸なって硝酸塩になって、あ素晴らしい、さすがアクアさんですよ。あ、硝酸硝酸塩ってのは弱毒ですね。で最後何になるか知ってます？あ、硝酸硝酸塩の次、知らなかった、よかったですね。今日また一個知識増えるんですよ。アミノ酸になるんですよ。
アンモニアっていうのは化学記号を見ても分かるんですけど、揮発成分でもあるし、弱毒の過程を通り抜けてアミノ酸になってしまうからなくなる物質なんですよ。比較的早い時間でなくなってしまうんです。だから、これね、絶対犬を長いこと飼ってたら誰しも気がついてるはずなんですけど、してすぐのおしっこは確かにアンモニア臭いですよね。でも犬を3年も5年も飼ってて、あ、我が家ちょっと臭いだと思って気がつくのは外から帰ってきて玄関開けた時ですよね。あの時に人によって、あ、ちょっとまずいな、やばいなと思う時あるじゃないですか。あれ、おしっこアンモニアの匂いじゃないでしょう。明らかに違うよね。これは注意深い人なら誰しも気がついてるんですよ。あれはね、アンモニアの匂いじゃないです。だいたいね、臭いと思ったら、雑菌が出すガスの匂いなんですよね、ほとんど、うん、それのね、分かりやすい例をね、今からお話します。学生時代運動部は卓球部でも野球部でもいいんですけど、いきなり練習しませんよね。まずストレッチして軽いランニングして、今の時期にストレッチして軽いランニングしたらすぐ汗出るでしょ。汗臭い汗臭いって言いますけど、ダーッと出たあの汗が臭いかどうか思い出してみてください。臭くないでしょ。いわゆる汗臭っていう臭さじゃないでしょ。ここからダラッと出てくる汗は。じゃあ汗臭いって何が臭いんですかって考えなきゃならないです。で、着てる T シャツとジャージはお母さんがせっせと洗ってくれて、お天気のいい日に干して、太陽光線とバクテリアが一緒になって光合成を起こして、もうお日様の匂いがするような清潔な綺麗なジャージであり T シャツでしょ。雑菌なんかいないはずですよね。それが、練習をして試合をして部室に帰る2時間後3時間後にどんだけ臭いか覚えてるでしょ。わ、くっせーみたいな。で、部室に帰ったぐらいの頃だとまだいいけど、家に帰る頃には、家入ろうとしたらお母さんがちょっと待ったっていうぐらいね、だって外で脱ぎなさいっていうぐらいもう臭いですよね、下手すると。あれ何の匂いだってことですよ。わずか2時間3時間の間にもういわゆる匂い菌が湧いてるんですよ。で、これペットの人はね、みんな覚えておかなくちゃいけないんだけど、日本は最初のお話ししたように亜熱帯気候で非常に高湿度な国なんですよ、年がら年中。で、こういうね、湿度の高い国ね、菌の世界でいうとね、特徴的なのが酵母菌がすごいたくさんの種類いるんです。酵母菌、お味噌とかお酒とか、まあ、パンで言うならイースト菌なんかも酵母菌の一種だし、酵母菌がもうたくさんいる。で、食べられるいい匂いの酵母菌もいれば、毒性の悪い匂いの酵母菌もいる。その中で割とトリマーさんなんかではもう皆さん名前を聞いたことのあるマラセチア菌、これメモしておいてください。マラセチア菌、これはね、もうふんだんにいます、日本にはね。マラセチア菌という酵母菌が、これが実はトイレ周りにブワーッと湧くし、ジャージや T シャツにつくんです。なぜなら汗かくわけです。汗でびっしょりになるんですよ。汗でびっしょりってことは、これ湿度95%とか98%とか100%近くなってるわけですよ。で、人間が大量にかく、犬はあそこまで汗かきませんけど、人間は汗腺があるのでびしゃびしゃになるぐらい汗かいて、その汗の成分何かって言ったら、涙、汗、おしっこのね、成分って見ると量の誤差ほどあれね、組成は大して変わらないんですよ。尿素、尿酸、タンパク、脂肪、脂肪酸ぐらいなんですよ。で、おしっこは特別汗なんかよりももっとアンモニアが多い。で、汗はアンモニアなくはない、でも涙よりはアンモニア多いんで、それがジャージにしっかりたまるし、犬のトイレ周りだったら 犬は1日に5、6回おしっこしますよ。で、犬は頭のいい動物ですから、きちっと同じとこでおしっこするので、99.9% とかはペットシートが染み込んじゃうんですけど、やっぱりね、人間の目に見えないこうミスト状にごくわずかが飛び散ってこういうところへ溜まっていくんです。1日に6回かける年間365日、かける1年2年3年、よーく注意深くお客様見ててください。パピを買って帰られた方で、
いつもよく見るお客様で、見かけるお客様で、消臭剤を買ったことのないお客様がある日突然買いに来るんです。あれって気がつくわけです。よく考えてください。3年目ですよ、これデータ取ると結構ね、結構な頻度で3年目の浮気ならって言うたがるけど、本当3年って面白いもんだなと。3年分溜まってるんです、要するに。で、何が溜まってるかというと、尿成分の中の尿素、尿酸、タンパク、脂肪、脂肪酸が残ってるんです。アンモニアはとっくの昔に蒸発して揮発してアミノ酸になって消えていっちゃってるんですよ。ところがタンパクとか脂肪とか残ったままなんです。じゃあ、それが臭いのかしたら、それは臭くないです。汗が臭くないんです。でもこの汗やおしっこの中に含まれる動物性タンパクや脂肪というものを餌にして、マラセチア菌がうわーっと湧くわけです。ジャズにトイレ周りに、で湧くときに一定の条件が必要なんですよ。 80% 楽に超える湿度があるとドーンと増えるんです。だから臭くなるんですよ、 T シャツやりか。だから、犬猫飼っててトイレ周りが臭くなるのが絶対梅雨場からだから。冬場に臭いなんていうお客さん少ないです。我が社は消臭剤を販売してるからすぐ分かるんです。冬場儲からないですもん。10月ぐらいから極端に売れなくなるんです、消臭剤って。3月ぐらいまであんまり売れないです。ですよね、店長ね。5月ぐらいからですよね、バーッと消臭剤売れ始めるのが。これがやっぱ日本という国のね、一つの特徴なんですよ。四季があって、高湿度の時と低湿度の時とあるから、どうしてもそうなっちゃうわけです。で、湿度の高い国ですから、酵母菌の類とか腐敗菌であるとか、要するに匂い、総称して匂い菌と呼ばれるものが環境の中にいっぱいいて、動物タンパクと脂肪という餌にプラスして、80%、90% みたいなその湿度が環境に増えると、もうね、菌の増え方ですから爆発的な増え方するわけです。お母さんが干して太陽の匂いいっぱいの T シャツがたった2時間であんだけ臭くなるわけですから、覚えてくださいね。じゃあ賀来さん、菌が匂うわけやね。そうですよ。じゃあすごい除菌剤があるから、これバー吹いたらここね、臭い匂い出してる菌全部死にませんかって思うでしょ。死にますよね。でも20分経ったら水戻ってるんですよ。でも塩素が尿素、尿酸、タンパク、脂肪、脂肪酸を溶かすかったら溶かさないんですよ。残ってるんです。でも菌は死んじゃったんですよ。でも餌が残ってて湿度が残ってたら、菌はこの辺にいっぱいいるんですから、また吸着してブワーッと湧いて匂うから、表面だけの除菌っていうのは消臭の場合はあまり意味がないんです。消臭の場合は意味がないです。だからキッチンであるとか、その要するにレストランの厨房であるとかを食中毒が出ないように塩素剤とかを使ってきっちり除菌する、これは滅菌作業であって消臭作業じゃないから、これは大きな意義があるんですけど、そもそもその尿成分やなんかが溜まってる場所に表面からさーっと拭いただけで消臭しましょうっていうのはね、甘いんですよ。犬猫のトイレの掃除っていうのは、そこへ、塩素剤だけで消臭をしようったって、この植物系の消臭剤をトイレ周りにシュッと拭いても、もう乾燥してしまったらまた餌があるからまた菌が湧いて、湿度が、加わったら菌が増えて、また毒ガス出すからまた臭いのが、結局お掃除してシュッシュッと拭いて消えたわと思っても半日経ったらまた臭うということの原因になってるんですよ。わかりましたね。そういうやり方では本当の消臭ができませんよということですね。はい、植物系の消臭剤、塩素系の消臭剤で果たせないことは、実はバクテリアで果たすんです。これは例えば水の中が汚染されたとか、土の中が汚染された。さっき空気が汚染されたものは植物がきれいにしますよって話しましたよね。それが地球のあり方なんです。でも土の中が汚れた、水の中が汚れたは誰がお掃除するかは、アクア担当の加藤さんならもう即座の答え出ますよね。みんなに教えてください。バクテリア。当たり前ですよね。どう。はい。まあそういう植物の場合はそういう使い方であり、
まあ、表面くらいの除菌消臭なら適度にできると。で、塩素剤は絶対に菌がいちゃいけないところの菌を完全滅菌するときには非常に便利で、毒性が低いか毒残らないという素晴らしさがある。だけどもトイレ周りっていうのは日々1日5回も6回もおしっこするところで染み込んでるものを撃退しようとすると、最後頼るところはさっきアクア担当加藤さん言われたように、やっぱりバクテリアに頼るしかないんですね。ということでお店には2種類 EM 菌というね、 EM 菌、正しく言うと EM 菌群なんです。まあ、乳酸菌の類が何種類かこう合わせて瓶詰めしてあります。これをトイレ周りでシュッシュッと拭いておくと、乳酸菌くんが頑張って、尿素、尿酸、タンパク、脂肪、脂肪酸みたいな汚染物質を食べてくれるんです。この大都会で私たちがトイレでしたウンシーがどこ行くかって言ったら、海辺の汚水処理場に行くでしょ。あそこで同じことが行われてるんです。大きなプールにウンシー溜めて、そこへドラム缶で EM 菌と、要するに乳酸菌群をダーッと巻いて、それにバクバク分解させて、きれいになった上水だけ海に流してるんですよ。それをコンパクトにこういうスプレー化させてる商品が、まあ、唯一ペット業界の中にあったんですね。なんかこれをトイレ周りに巻いとけば、乾いちゃったら終わり、塩素もこれも乾いちゃったら終わり、たかだか10分20分の消臭能力、その後に10分後20分後に新たに下から発生してきた匂いを消す力はもうない。だけどこいつは乳酸菌だから生きてますから、1日や2日は生きてるので、その間ずっと消臭してくれる。これが、バクテリア系消臭剤の良さなんです。はい。でさらにこれ、まあ、我が社の製品で ついでね製品説明までちょっとしておきますけど、これは乳酸菌使いません。でこの中に菌は入ってません。これはシアノバクテリア、光合成菌シアノバクテリア、これもメモして覚えておいてくださいね。シアノバクテリアという光合成菌の、まあ、コントローラーなんですね。要するにこれをですね、トイレ周りにこう吹いておくと、この空間にいるシアノバクテリアが吹いたところへ吸着して、もうものすごい倍率で増えていって、シアノバクテリアってのは光合成菌で、もう30億年ぐらい前から地球に存在する私たちの先祖でもあるんですよ。生命体ほぼ全ての先祖がシアノバクテリアとかミトコンドリアとか、まあ、植物だったらそこにクロレラが加わったりして、それらが結合して、まあ、最初の命としては例えばアメーバとかゾウリムシの原生動物になって、それから三葉虫とかこうこんなアロマカリヌスって NHK でよくやってる、こんなようなやつが海の中こう泳いでる、あんななって、それからシーラカンスになっていって、陸に上がるために手足が生えてカエルのような両生類になって、陸にもっと奥入りたいからということで皮膚が強くなってガオーという恐竜になっていって、その頃に哺乳類が約1匹だけいて、それはネズミだったんです。で恐竜が何かの加減で死んじゃって、哺乳類のネズミだけは生き残って、そこから進化の枝分かれして、私だったりあなただったり、キリンさんだったりは全部ね、ネズミなんですよ。でもネズミになる前をずっと辿っていく。